こんにちは、ディーベルです。今日はですね、こちらに用意した、おにぎりですね。こちらと、これはアウトドアスパイスが効いたおにぎりですね。で、こちらは、塩むすびですね。で、両方ともですね、コンビニで買ったものです。はい。で、塩むすびの方にはですね、こちらですね、の方には、このシュリンプチリソルトを使ってちょっと味をつけたいなと思います。で、今回フライパンで焼くんですけど、バターを使ってですね、焼きたいと思います。はい、コンロの方に着火しました。バターですね、今準備してます。今回ですね、なんでバターにしたかっていうと、アウトドアのですね、スパイスが効いたおにぎり、これですね、このまま食べても美味しかったんですけど、ちょっと私には味が強すぎるんですね。で、なんか他に美味しく食べる方法ないかなと思って焼きおにぎりにすることにしました。はい、弱火でですね、じっくりと焼きたいなと思います。今回ですね、これでバターを使って焼きおにぎりにすることで、スパイスもですね、非常にマイルドになるんじゃないかなと思っております。はい、表面がですね、焼けてきました。パリパリにですね、表面が焼けてきて、あと裏面少し焼けばですね、焼き上がりなんですけど、これ当然ながらふわっとですね、いい食感を味わうために、優しくですね、こうおにぎり握ってありますんで、ちょっと焼く前にですね、一回ちょっと握ればよかったですね。柔らかいんでちょっと崩れてきましたけど、はい。あともうちょっとでですね、裏面焼けますんで、焼き上がり次第ですね、器に移したいなと思います。はい、両面ですね、焼き上がりましたんで、器の方にちょっと移したいなと思います。めげずに持ってきます。で、早速ですね、食べてみたいと思います。熱いな。よいしょ。よく焼けてますね。美味しそうです。いただきます。やはりですね、これバターで焼いたことで非常にですね、味がマイルドになってとても美味しいです。で、もう一つのその塩むすびの方もちょっと食べてみますね。これちょっともう崩れちゃってるんで、もう崩れちゃったまんまでいきますけど。はい、これもパリパリに焼けてますね、表面が。はい、いただきます。だいぶ崩れて見栄え悪くなりましたけど、非常にですね、香ばしくなりまして、すごく美味しいです。で、今回使ったこの塩むすびの方にはこれですね、シュリンプチルソルト、これなかなか美味しいです。はい、簡単なですね、料理になっちゃいました、調理になっちゃいましたけど、もしよろしければですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いにゃー。